どうも、ナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新キャラダグザを育成完了しました。見てください、おそらく今回の最強の悪魔はダグザだと思います。これ間違いなくダグザだと思います。なぜかっていうと耐性がすごすぎる。万能以外効きません。万能以外効かないってなかなか素晴らしいですよ。で、今はね、物理無効と浜無効、これがついてるんですけども、投稿制限のちょっと先まで行くと、この無効が吸収反射にすることができるんですよ。ならば、もっと強化されるっていうことですね。で、編成としましては、物理特化でやってます。地獄好き、ラッサキャンディ。で、物理のプレロマとギガプレロマ。で、耐性を3つ入れて、奈落のマスクですね。奈落のマスクをクリティカルにしようかなとも思ったんですけども、まあ、即死がちょっと怖いので、これでいいかなと思います。はい。では、ダグザ、使ってみましょう。それでは、ダグザと戦っていきますね。難易度はノーマルでやってます。まあ、ダグザ余裕で勝てるでしょう。こいつらもさ、なんかレベル150とか200のキャラクターにしてほしいですよね。戦うときには。その設定が確かできないですよね。まあ、最初の2ターンで、能力値を全部上げまして、で、芝で敵の防御力を下げる。で、主人公が、魔法特化の氷属性にしてます。これがかなりいいんですよね。敵全体に特大威力で相性無視なんで、これが一番使いやすいかなと思って入れております。2000、十分。でもさすがの HP の高さだね。ダグザに攻撃してもらえればね全然いいんですけど。で、ダグザは、地獄好きで相性無視で攻撃しています。はい、で持って、回復した方がいいかな。でも MP がね結構厳しいんだよな。この MP 問題をなんとかしていきたいところなんですけども、ちょっと難しいんですよね。 OK、まあ、このターンで半分以上は削れますね。地獄次 OK なぜこっちに攻撃するかな。うん、まあまあコンピューターも分かってるんだよね。 OK、 まあ1人かけたとしてもいけるでしょう。 OK、 曲がすスキルは別に使わんでも大丈夫だね。めちゃくちゃ強い。はい、ということで今日はダグザの育成が完了しましたので使っていきました。やっぱりダグザいいね。まあ今回ちょっと攻撃がダグザには向かわなかったんですけども、向かって欲しかったな。万能以外すべて効かないっていう、素晴らしい悪魔です。はい、まあ地獄好きもねめちゃくちゃ強いんでいい感じだと思います。でも火力としては、芝の方が上なのかな。でも芝は、三属性が半減なので、やっぱりちょっと耐久に難ありなんですよね。やっぱり、ダグザの、万能以外、無効以上っていうのがいいですね。で、主人公も、ダグザの耐久と同じにしてます。やっぱこれがめちゃくちゃ強い。はい、ということで今日はダグザを、使っていきました。おそらくこれで間違いないと思うんですけども、まあもう少しちょっと考えながら、やっていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。